えて飲んでるわけじゃねえよ。こんにちは。いいかな。はい、こんばんは。なんかまったりして恥ずいよね、毎日ね。ガオるよね。ということで、それでは、1曲目をやらさせていただきます。あの、レレオブフランソワーズと申します。どうぞよろしくお願いします。それでは1曲目、我々レレオブフランソワーズによりますしばくラジオから愛のさざ波をお送りしましょう。チンドラなんかなんかですか、聞いたことないと思うんですけど、これやってみましょう。イントロなんだっけ。ちょっと待ってくださいね、今宇治屋でミーティングしますか。明日また会いましょう。
中学校ぐらい。中学でも。あ、そう。あ、みんなは？軍歌とかって人いねえじゃねえのかって。私は軍歌だったのかってしたね。あ、翼をください。あ、なるほどね。時代感じるよね。文科省は何やってんだろうね。あ、じゃあ続きまして。じゃあ次も古いですよ。今から70年か80年ぐらい前のやっぱりジャズやります。月光値千金という曲をやりました。なんか、わかんないでしょ。俺もね、曲のタイトル知ったのはね、3年ぐらい前なんでね。でもね、歌はね、小さい頃から珍道屋さんとかでよく鳴ってたんで、聴いてたんですけども、全然自分が覚えてるのと全然違ったんですけどもね、勝手に歌詞は作ったんでね、もしよければ皆さんも鼻歌で歌っていただければと思うんですけどね。じゃあ行きますよ。さ、はい、おいでこおいでんやね。おいでこ混ぜてね。はい。行きますよ。あ、なんけや。はい。さ、おい吹きながらは本当にいらねえから体験できるよな。差し込む明るい窓辺、あなたのお手紙繰り返し読む、大好きなあなたの優しい言葉、素敵なムードに誘ってくれる、ああ、なんて素敵な時はないわ、いつまでも消えないで、怖いほど幸せ、月も綺麗よ、なぜだか今夜は寝るのが惜しいわ、ギター、thank you。
にはいつまでも消えないで、怖いほど幸せ、月も綺麗よ。なぜだか今夜は寝るのが惜しいわ。なぜだか今夜は寝るのが惜しいわ。皆さんご一緒に。なぜだか今夜は寝るのが惜しいわ。なぜだか今夜は寝るのが惜しいわ。ありがとうございました。なぜだか今夜はラララララララ寝るのが惜しいわ。今ちょっと最後にうちの方もテクニックがあるってことを見せる機会がありましたので、ちょっとやってみました。であのね、全然知らねえね、皆さん生まれた時も知らないようなね、今日一応私たちは前座させてもらいますけど、今日なんだっけ、スパンクロイド、はい、っていう皆さんのねオープニングをさせていただくんですけど、皆さん関西ですよ、はい、京都出身ですよね。京都、大阪、奈良、京都、大阪、奈良、あ、一括り関西ってことでね、長野、あ、西の方ってことでね。今日はね、西の方からおいでになりましたのでですね、まあ、西の曲っていうことでね、今ね、曲のコーナーでないんですよ、私のコーナーなんでね。じゃあここで一応メンバー紹介しようか。うちの方はレリオブフランソーズってことで、一応フランス人っていう設定でやらせていただいてるんですけども、一番左のギター、ベネズエラ出身なんですね。ベネズエラ出身でカルロス千葉と申します。どうぞよろしくお願いします。話しかけないでくださいよ。片言ですからね。その次隣のちょっと流暢に日本語喋ってますけど、ジャンクロードです。どうぞよろしくお願いします。ジャンクロードフランス人だよ。クロードチアで同じくらいフランス人。もうちょっとよくわかんないけど。で、こう言っているのでございます。フランソワでございます。よろしくお願いします。よろしくって日本語で言うと、ボンソワールな。さっき練習したの。ボンソワール、ミシェルです。まあ、京都からね、来ていただいたんで、一括り京都でいいんだよね。そう。いっちゃざっくりでいいな。まあ、俺は京都の曲練習してきたもん。で、渚優子、あの人の姿懐かしい、黄昏の河原町、河原町思い出した。恋は弱い女をどうして泣かせるの、苦しめないで、責めないで、別れの辛さ知りながら、あの人の言葉を思い出す、夕焼けの高瀬川。で、高瀬川ってどこだろう。京都です。京都ね。京都の歌、もう一個、涙橋って知ってる？これなんであの部分の話してるの？お客さん無視してるよね。涙橋って知ってる？知りません。今日の日暮れは東山、雨に打たれる粗水べり、雪いつも通りつし伸びつつ、あの日の友は今いずこ、涙で霞むこの橋は、誰が名付けた涙橋、ほら涙橋、誰が名付けた涙橋。
い、どうもありがとうございます。私、ミッシェルの京都探訪っていう曲でした。どうもありがとうございます。京都山谷じゃないですね。山谷は違うよね。山谷は大阪でしょ。大阪です。あ、いいんちゃう。いやいや、ほら、なんか明日の上手なんか上手、あれ違うと思うよ。あれ東京でしょ。涙橋。あーって言うな。そしてバレット。今ほら、なんか上のね、上がりの中に入ってる人はね、若い人しか見えへんのちゃう。その後ろの暗いからさ、昭和の匂いがするのかなと思って。まあ、こっからね、みんな分かる曲やったら、分かるよ。あの、分かるよ。あの、RC サクセションの曲やったね、分かるよね、みんなね。あれ微妙な返事だな。あ、誰なの？清志郎の曲だよ。いや、違う。清志郎の、ダメ。何を？これ。これ。モンキーだった。うん、でも清志郎も言われました。じゃあ、あの、デイドリームビリーバーっていう曲をやりますからね。皆さんも、あの、ね、あの、なったらごましちゃったよね。セブンイレブン。セブンイレブンになって。ね。じゃあ、いきますよ。あのさ、みんな緊張感ほど、そうね、みんな緊張しなくていいんだよ。おいや、休むけどね。はい、いいよ。参加したっていうのがありますからね。もうあのあれですよ、この曲はみんな
あのチェックしたということでね。でみんなも参加しやすい曲をちょっとやってみましょう。皆さんに言ってほしいのはキューピーちゃんっていうのを言っていただきたいので、それをやりましょう。何言ってか分かんないけど、させたくはない、僕の一番大事なキューピーちゃん、遠いアメリカまでのセルロイドでできた僕の一番大事なキューピーちゃん、こんにちはキューピーちゃん、僕は君とお話ししてる時が一番楽しいんだ、だからどこへも行かないでね、キューピーちゃん。とても可愛いお目目、ちっちゃなお口、僕の一番大事なみたら、どこにも見当たらない僕の一番大事なキューピーちゃん、どこ行ってしまったのキューピーちゃん、僕には友達なんか一人もいないんだよ、だから早く帰ってきてよキューピーちゃん。汚いお人形だからと母さんが捨てた僕の一番大事なキューピーちゃん。さあ皆さん最後ですご一緒にね、僕の一番大事な大事なやればできるタイプの人たち揃ってますからね。キューピーちゃんね、これ随分教科書になるよ、ね、小学校6年生の教科書になるからね。じゃあ最後の曲やりましょう。なんかさ音変だと思ったっけ、ここのまで弾くなんかプツンプツンと音が鳴るなと思った。まあいいな、どうせ俺クリアだったら聞いてねえかな。じゃあ最後もあの古いジャズの曲をやります。で、あの皆さん多分聞いたことあると思うんで、歌詞はですね、あの適当に私作ってるんで分かんないと思うんで、あの鼻歌で結構ですんでね、あの毎回言うんですけど、喉が枯れるまで鼻歌で皆さん歌ってくださいという努力をしてください。じゃあ行きますよ。夕暮れに青に見る輝く青空、日が暮れて辿るは我が家の細道、狭いながらも楽しい我が家、愛のおかげの刺すところ恋しい家こそ私の青空。
しい我が家、愛の陰の刺すところ恋しい、家こそ私の行きます。